戦場の内容、咀嚼された深海と新旧流新鮮側に沿う中英辺境の境界天拓香港海始戦場は、イギリスが香港の深海地方を占有する中国の新朝政府と結んだ不平等条約であった。南京条約に基づき香港島と北京条約に基づき九流半島を支配した後、イギリスは続いて1898年香港の防衛の名のもとに、 新庁との添卓香港開始線上の締結により、7月1日から、境原外北、新鮮川以南、ンタ尾島などの200余りの当初を含む土地を99年間咀嚼し、新海と呼んだ。旧龍斎場は咀嚼地内にあったが、特別条項として、場内に新庁管理が常駐して、その管轄権は香港の安全を妨げない限りにおいて引き続き、 認められることになった。三つの不平等条約を通じ、香港島、九流半島と深海がイギリスに占有され、今の香港の半島になった。天卓香港海始戦上に基づき、1898年7月1日から99年後、すなわち1997年7月1日に、香港の全域が中華人民共和国に返還された。ありがとうございます。